はいどうもこんにちは、ブルートネットワークのブルート向井です。さて今回はですね、時が経つのは早いということで、2018年もですね残すところあと1ヶ月ちょいという形になってきました。皆様は思い残すことはありませんでしょうか。はい、今回は2018年、最後の年を飾るですね12月公開の話題作、個人的にですね映画館で見に行きたいなと思っている作品をですね皆様にザクッとご紹介していきたいなと思ってこの動画を作っております。はい、まあですねこの12月の公開映画を入る前にですね皆様体調の方は崩されていませんか。はい、僕の方はですねまんまとですね風邪にですねやられてしまい、声が全く出なくなってしまいですね、ちょっと数日の間動画をお休みさせていただいたんですが、まあそんな話は置いといてですね、早速ですね12月公開の話題の映画を皆様にご紹介していきたいなと思っております。はい、まず最初に皆様にご紹介するのはですね12月7日に公開される作品でございます。まあですね僕もこのチャンネルにしては珍しい邦画なんですが、皆様にご紹介します。その作品はですねクールです。はい、クール、これですね皆様にご紹介しようと思ってるんですけど、作品の内容としてもですねあまりこう詳しくはですね描かれていないというか予告でもわからない作品なんですね。原作があるみたいなんですが、小説の方ボギワンが来るっていうですね、小説があるみたいなんですが、この小説をですね来るや渇きなので有名な監督中島哲也監督が、メガホンを取ってですねこの作品公開されるわけなんですが、主演の方がですね、岡田准一さん、その他にもですね大物俳優がですね脇を固めて、物語が進んでいくみたいなんですが、まあですねこれはですねなぜ僕興味があるかというとですね、まあ映画館に行くと予告があるわけじゃないですか。そうするとですねこの映画の予告がワンセが出てくるんですよ。そしてですね僕もこういうなんか謎めいた作品っていうのが好きでですね、好きでですね何が起こるかわからない、こういう作品はですねバカウケするときはめちゃんこバカウケするんですが、全くそぐわない作品ですと、まあ、結果が結果になってしまうみたいな博打みたいな作品だと思うんですが、僕はですねこの作品期待しております。あのですね今回皆様にご紹介する作品は下に予告トレーラーの方を貼っておきますので、もしよろしければですね、ご覧になってください。まず最初こちらの作品クルが、僕の中での注目作品でございます。はい、そして次がですね12月14日公開の作品グリンチでございます。はい、これの作品はですねアニメーションの作品なんですけど、この前にですねジムキャリーがですね特殊メイクをしていて、公開されている映画がございます。まあストーリーとしてはですね、確か僕の思い出に残っているのがサンタさんのプレゼントを奪うとか、確かサンタさんの行いを妨害するみたいな確か作品だったと思います。はい、そして、こちらのですねアニメーションなので声優をしているのがですね読みにくいですね、海外の人ですと、ベネディクト・カンバーバッチですね読みにくい、この人が、声を当てこしております。はい、こちらの方はですねあれですよね、ドクター・ストレンジとかで有名な役者さんですよね。その他にも海外ドラマで言うと、シャーロックとか、あとはですね僕が好きな作品ですとイミテーションゲームっていう作品があるんですけど、まあこちらはですねエニグマという、 こう特殊暗号を題材にした作品になってるんですが、この作品はめちゃくちゃ面白いです。はい、まあ話は脱線しましたがですねそして日本の、吹き替え担当しているのがですね大泉洋さんですね。まあですねこの作品は、12月、そのクリスマスっていう作品では見ようかなと思っている作品でございます。そして、続いてが、12月21日公開の作品ですね、シュガーラッシュオンラインでございます。はい、こちらの作品はですねシュガーラッシュという1作品目があって、そちらの続編の作品になっております。こちらの作品はですね前作ではそのゲームの世界に入るっていうのを、題材にしている作品なんですが、今回はですねそのオンライン、そのネット環境の世界に入り込むっていう作品になっているみたいですね。まあどちらかというとこの SNS っていうんですか、
まあ、皆さんが使っている Facebook や Twitter などのネットワークに入り込むっていう作品になっておりますね。まあ予告トレーラーを見ている限りですと、あのヒロインの女の子パネロペでしたっけ、確かそんな名前だと思ったんですけど、ヒロインの女の子が、歴代ディズニープリンセスの中に入って、あなたはディズニープリンセスなの？みたいな感じでですね、ジョーク的な感じの予告トレーラーがありますが、今作がですね、おそらく12月の中では一番興行収入が良くなる作品なんじゃないかなと思っております。そして、同じく12月21日公開作品の映画、アリースター誕生、はい、こちらの作品はですね、個人的には一番12月の映画の中で見に行きたいなと思っている作品でございます。はい、まあ、こちらはですね、あの面白いのが監督の方がですね、ブラッドリー・クーパーという方がですね、まあ皆様ご存知かもしれませんが、アメリカンスナイパーの主演の方がですね、こちらの、監督と制作を担当し、主演がですね、あの話題ではないですけど、有名な歌姫レディーガガが主演を務める作品になっております。この作品ですね、僕はなぜ一番注目しているかというとですね、先ほど冒頭にもお話しした、来るという作品でもですね、予告トレーラーバンバンに出てるって話をしたんですが、このですね、アリーという作品もですね、予告トレーラーがですね劇場でバンバン流れてた作品なんですね。で、僕がですね、うわっと思ったのはですね、レディーガガの演技なんですよ。これすげえなと思って、その予告トレーラーっていうのは、まあ確かに、その映画の中でのですね、見どころや、その役者さんの演技が一番光ってるところを見せるっていうのは、まあ当たり前のことなんですけど、その一番いいところでもですね、鳥肌が立った演技をしていましてですね、お、これレディーガガもしかするといい演技するんじゃねえかっていうことでですね、本作めちゃめちゃ注目しております。予告の演技だけで鳥肌が立つっていうのはですね、僕の中で久々のことなので、この作品楽しみにしております。まあですね、その歌姫が、映画に出るっていう話はめちゃめちゃいっぱいありますが、マドンナのですね、皆さんもマドンナご存知ですか、Like a Virgin とか歌ってる、歌手の方なんですが、僕大好きなんですけど、まあその人が出てるですね、ボディっていう映画もですね、ぜひ皆様に見ていただきたいなと思います。はい、面白い作品でございますよ。はい、ということで感想なんですが、映画業界からするとですね、12月よりかはどちらかというと11月の映画に力を入れてるなーっていうのがですね、まあ今年も感じられたかなーと思います。まあですね、今回僕がもう確実に見に行くだろうなーと思うのはですね、クルとですね、シュガーラッシュと、あとはですね、アリースター誕生かなと思っております。はい、まあ皆さんどうでしょうか。2018年もですね、あと残りわずかとなっておりますが、映画何か見逃している作品はありませんか。はい。ありませんか。はい、まあですね、体調を崩してしまうとですね、映画も見れなくなってしまうということでですね、体調管理は気をつけていただいてですね、映画またはですね、ゲームライフを楽しんでいただければなと思ってる次第でございます。はい、ということでですね、以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価などなど、あとはですね、皆さんコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。はい、皆様個人的にですね、その12月に見たい映画など教えていただければ、あとは僕がこう思ってるおすすめ作品これですよみたいな感じで、進めていただければ、僕もですね予告編をですね気狂ったように見たいと思いますので、あとはですね、もう全然コメント、12月公開の作品以外でもこの映画レビューしてくれよみたいな、映画がございましたらじゃんじゃんとですね、コメント欄の方に書いていただければなと思ってる次第でございます。はい、ではたびたびでございますが、皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということでですね、じゃあね。